ジョアン・ドルーはアメリカ合衆国の女優。1940年代から1950年代の西部劇映画で知られる。ジョーン・ドルーとも表記される。テレビやラジオの番組司会者として知られる歌手で、俳優のピーター・マーシャルは、実定で元プロ野球選手のピート・ラコックは老い。1922年にウェストバージニア州の薬剤師の娘として生まれる。1 9四十年に ニューヨークにやってきて、モデルとして働くようになる。アルジョルソンの目に留まり、ブロードウェイの舞台、ホールドオントゥーアハッツで、ショーガールの一人として起用される。1941年に公演が終わると、人気歌手のディック・ヘイムズと結婚し、夫婦でハリウッドに移る。劇場で働いているところを、タレントスカウトに見出され、私のあなたで映画デビューする。その後、 約2年間のブランクを経て、ようやく赤い革で大きな役を手に入れる。続けて黄色いリボンにも出演する。この2つの西部劇映画が成功したことで、西部劇で、かつ似たような役ばかりが割り当てられるようになる。西部劇以外にも、オールザ・キングスメンなどに出演するものの、彼女の女優としてのイメージは、西部劇であった。1950年代の後半になって、 西部劇映画が下火になってくると、活動の中心はテレビに移り、ハリウッドウォークオブフェームに、テレビ分野で星を一つ持つまでになる。1996年に、リンパ水種で死去。生涯で4回結婚している。3人の実施はすべて最初の夫との間に生まれた、子である。2番目の夫ジョン・アイアランドとは、赤い川、オール・ザ・キング・スメン、復讐の谷で共演している。 二番目の夫ジョン・アイアランドのイフテイである俳優のトミー・ヌーナンとドルーの実弟ピーター・マーシャルは1950年代にコメディコンビヌーナンマーシャルを結成しテレビなどで活動していた。ありがとうございます。